ちょっと問題が起きて、事件が起きて、大事件ですよ、これ。バッサンが猫さんのインプレー中のボールを拾ったんですよ。いっちゃってる、いっちゃってる、いっちゃってる、やっちゃってる、こっちゃってる、ハグネスチャンス。お願いします。バッサン放浪記。珍雪じゃないですか。珍雪、ナンバー10番。あの感じはすごいいいと思いますよ。これでいい。うん、あれだとコントロールできると思う。ナイス。俺やっちゃっていいですか。はい。俺やっちゃっていいですか。どうぞ。本日はヤス君と猫さんですね。はい、オークヒルズカントリークラブ。はじめまして。はい。バッサンの動画に出れるなんて本当もう夢のようです。いえいえ。クラちゃん3連覇してる猫さんです。ゴルフハウス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 って普通ですから。ゴルフハウス。ちょっとやめてやめて。動画ブレちゃうから。はい。中入れた方がいいですかボール？いや猫さんは大丈夫です。大丈夫ですか？うん、引っ張るだけ。中さん。よいしょ。今ちょっと蹴ってみましたもう。猫さんは飛距離が欲しかったら。右足蹴った方がいいですね。右足蹴る。うん。やっぱり下半身のエネルギーが飛距離を生むんですよ。なるほど。サイさんがなんであんな飛ぶかっていうと、はい、サイさんスキーのインストラクター持ってるんですよね。ああ、スキーなんだ。でサイさんってこっからグッてこう入れてくるじゃないですか。うん、あれはスキーなんですよ。いやニーアクションがやっぱ独特っすよね。そう。実はあれは右で1回グッて行ってバッて行ってるんで、じゃあそりゃ飛ぶわ。いや体でかいからっすよ。じゃあなんであんなパッパター入んないのもそのせいですか。それでいきます。よいしょよいしょ。なんか最近そういうキャラでやってますよね。総合力の高さで。いやなんかみんなね最強決定戦ちゃんと動画のことを考えてくれてやってんのに、バッサンだけ賞金のこと金のことしかあまりねえから。本日ありがとうございます。あいやもうこちらこそありがとうございます。光栄です。猫ハウス違います。ゴルハウスの猫さん、うん、クラちゃん3連覇取ってると。クラちゃん、クラちゃん、はい、まあうん、3連覇すごいよね、はい、まあここで3連覇っていうか1回取るだけでもすごいんだね。いやすごいですよ。本当ですか。はい、でまあ午前中回らせてねいただいたんですけど、はい、ずっとパーでいて、そうで最後が僕がボールを取ったっていうことです。もうそんな話ですか。いやだからちょっと問題が起きて、事件が起きて、大事件ですよこれ。バッサンが猫さんのインプレー中のボールを拾ったんですよ。まあ、暫定球打ってたんで、確かにね、ちょっと、まあ、そういうのあったんですけど。そうそうそう、明らかにね、すごいトップしましたね。いや、でも、OB で終わってるんですよ。僕の飛んでた方はセーブだったんで、うん、それ拾われちゃって、なんか、まあね、うん、最後よく会えますか。そうですね。でずっとご飯までごちそうしてもらってありがとうございます。必要です。負けたみたいになっちゃう。3ホール対決でいいですか。対決。対決でいいですか。はい、この3人での対決です。はい、で負けたら、坊主。まあまあ坊主というか腕立て。腕立て。でも相手のボール拾うのありですか。それはダメでしょ。うまっ。球だけ打ったね。ちょこれさすがに見えないか。ヤスカあれいいんですよ。ナイス。あれ、うん、あれ今のはめっちゃいいですね。うん、一切一切砂の跡がない。いやさすがですね。今の花道でそのポールは抜かなくていいんですか。全然大丈夫。これに当たるようならやめたほんとに、
つま先上がりでしょこれ。おお。いやでもナイス。ユーデン220ぐらいか。あ当たった。おーナイス。ピンの右ワンピンぐらい。目打ちしたんすか。はい、目打ちするんすか。やっぱり目打ちやっぱしないとダメですよね。ダメですか。サイさんが目つちいらねえって言ってたんですけど、目つちいらないって人のちょっと気持ちは俺は分かんないですけど、もうサイさんだからいいんじゃないですか。目つち、目つちなんかする必要ねえからっていう。それはちょっと聞いたことないですね。聞いたことないです。僕のなんかじゃ、はい、解釈の間違いですかね。そうですね。多分違うこと言ってた。多分サイさんもそういうふうには言ってないと思います。多分プレーを優先しろってことですかね。そうですね。プレーファースト。そう。何ヤードですか。38ヤード。おっぱちですね。うまっ。超びっくりした。激うま。45ヤード。45ヤード。62度。62度入れてるんですか。ピン手前だから62ってことですね。まあそうですね。これどういうイメージですか。いやもう普通に62なんです。ほう、うまい。かかんなかった。かかってねえじゃん。スピンかかってねえじゃねえか。前に思いっきりがしやっぱりこれ試合出てる人あるあるでちょっと、はい、やっぱりこうパンってつくというかうキャッて入れちゃうんですよ。ありますよね。そうですよね。受け場で、おナイス。ここ前出ましたね。これ誰、これ俺マジでガッてなっちゃうから僕に入れてる。ナイスバーディー。素晴らしい。すごい。4本、はい、バーディーパッといきます。おー惜しい。あパッタうめえな。でもナイスバーディパット。トップアーマーですよね、猫さんといえば。もうね、どこを通すかだけなんですよ、パターなんて。もうどこを通す、どこを通すかだけですよ。通り道さえ見つけちゃう、もう入っちゃう簡単に。これは通り道が分かんなかったってことですか。切れなかったんですね。あ、狙ったとこに打ってるってこと。フックしなかった。ビビっちゃってるのかと思っちゃった。ナイスパー。バーディーパーパー。一歩抜きんでたなこれ。あと2本、残り2本だもんね。抜きんでたな。ここで逃げ切らないと。抜きんでた。いやいや、オケバーディーはうますぎでしょ。何で何やるの。いや、5840ぐらいを万開きで、そう、シュパンって入れたんですよ。で左足寄りに置いて上上げたんですよ、はい、実際目つちはした方がいいですよね。目つちはした方がいいけど、あんまりにも時間かかる人はあのするよりもやっぱプレーファーストっていうこと。いや、この議論は不毛ですよ。不毛ですね、うん、ですね。でプレーファースト急ぐがあんまり人のボール拾いましたよね、さっき俺の最後。うん、まあそりゃそうでしょ。だって目つちと横にボールあるんだから。目つちのあの土管みたいなやつ。土管な横にボールあるんだから。あれはもうもういいでしょ。いやいや、そっからリカバリーしたかったのに。そこがゴルフの、そうです、醍醐味ですからね。醍醐味を取られた。すいません、ミラバツです。ありがとうございました。オークヒルズカントリークラブ11番ホールパー3190ヤード、実測ピンが奥で192ヤードです。ヤス君がOKバーディーだったんで
1打ヤスリードで迎えた2番ホール、はい、2番ホールタップインしましたけどね。タップインしました、ナイス、さすがです。まあ、試合だとねタップインしなきゃいけないんで、まあ、3ホール勝負ですよね。3ホールです。なるほど、はい、これなんだよな。ピンなんか逆光で見えないんですけど、どこに奥なんです、あれ奥ですか。ヤス、うん、君 U4 とかですか。 5U のちょっとライン出しっぽい感じで、右からですね。そうですね、まあ、右から左にめっちゃ傾斜した。右ペラでもいいかなっていう感じじゃないですか。これはちょっとね傾斜がうまい。あ、ちょっと曲がりがなんかドロップしてない。ちょっと下から入りました、うん、ちょっと手前のバンカーかもしれないです。いや、これでも傾斜つま先上がりなんで、あ、でティーアップしないでドローですか。はい、ドロー。いや、こんだけつま先上がってたらティー高くしない方がいいです。なるほど、そういうこと。ピンが右狙ってちょっとプッシュアウトでもいいかなっていう感じ。いやー、うまっ。あ、これうまいわ。見えないか高めにしてあんだけ言ったのに2センチぐらいティーアップしてる。めちゃくちゃティーアップして高いやん。あ、くぐったな、ちょっと。どこで、あ、バンカー手前か。手前だと思う。さあ、20ヤードぐらい、30ヤード。30バンカーショット。はい。ちょっと顎高いんでね。顎高いっすね。30ぐらい距離あった方が、はい、僕は逆、ちょっと石どかします。はい。石とか葉っぱどかせますから。この顎でちょっと開きすぎちゃうんですよね、結構ね。開かない方がいいんじゃないですか、これ。ちょっと開きますよ。はい。やや開きで。あ、戻れ。あ、でもバンカー入ってよかったかもしれない。ちょっと奥のバンカー入っちゃいました。40ヤード。うまっ。おー、ナイス。いやー、すげーとこ止まってんな。あれピッチングとか使ってもいいかもしれないですね、ヤス君。いや、使わないです。使わない、使わない使わないの。うそ。俺はもう58に絶対の自信持ってる。自信持ってる。まさにカメラで。めっちゃ左足下がり左足下がり、下りのバンカー、下りのグリーン、鬼下り。58に絶対の自信。うん、だからこうなんですよ。OK、 ドンマイボギー。いやー、ナイスショットでしたけどね。あ、早い。いや、早い、そっちからは。うわ、はい。3打目。3打目切ります。パパッと。こういうのがね、通すとこだけです。いや、惜しい。いや、行っちゃったよ最後。うん、ちょっとお先行っちゃおう。お先、うん、お先します。こういうのお先行く習慣つけときましょう、普段から。はい、したら本番で入りますから。いや、ほんとそうなんですよ。お先。はい、ナイス。いや、パター上手い師匠がいて、はい、お先行けなくなったらダメだよって言われてるんですよ。いいタッチ。ナイス、ナイストライ。うまい。
ナイス。パ。ナイスパ。あの2打目がそこだった手で。カットしてやってください。カットだよね。オッケーオッケー。バスさんいつもやらせてるし俺に。カット。いや俺はカットよりもオクラね。はい。3ホール対決ナンバー12、391ヤード。今バスさんと僕は並び？並び。ヤス君がガサ？これが2打リードですね。2打リード。はい。いやーいい球。そういうゴルフだやっぱり。どういうゴルフ？いや、それなんか、いや強振しないんですね。強振しない。ヤス君どうぞ。決めましょうか。いや大丈夫です。いやでも多く綺麗ですね。ラフも買ってあって。いやメンバーだから。綺麗ですよ。綺麗ですよめっちゃ。おお。でしょ。ど真ん中。これ飛んだわ。右フェアウェイぐらい。ナイス。お願いします。ここで猫さんに負けるわけにはいかないんで。なるほど。あ、まあ大丈夫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 、これは大丈夫、これは大丈夫、まあ、あんまりいいライではないけど、なかったら前呼んで。結構やっぱ猫さんは根に持つタイプなんですよ、はい、いや俺もびっくりしました。俺も、ね、あの、ま、ラウンド中の1回かなと思って食事も言ってたんだ。いや今度ゴルフに関しては、はい、根に持たないんですよ。ネタで言ってんじゃないですか。いやネタだって言ってるでしょ、はい、これあのネタじゃないでしょ。今年ずっと言われますよ。そうですよね、まあ、いやびっくり。俺だって目つしの横にあるからもう打てねえじゃんと思って。えそれが醍醐味なのに、まあ、何回も言うんですけど。あ、そうですか。はい。いやでもやっぱそれが醍醐味だって思えないとダメってことですよね。そうっすね。あんなのもうあっち方向にホームランした時点でもう OB 確定って思って。いや俺も思って。俺探しに行ったらバッサーがもう拾ってなんかありがたいだろみたいな顔して近づいてきましたからね、ボール持って。いや俺もだから、いや そういう感じだったんですよ俺は。いや拾ってくれてありがとうねって言ってくれると思ったら、言ってくれると思ったら全然全然あったあった。モグラだったらこれって救済受けられんでしたっけ。モグラ受けれます。受けれますね。ただそれがモグラなのかっていう、モグラがいるかどうかですよね。これはモグラです。完全これモグラじゃないんですよね。いやこれ、いや違うんですよ。これが、うん、あこれモグラだな。これモグラ？いやいいよ。これやばい、こっちもやばい。あるか。7番や150ヤード。クラちゃんの技を見せるか。はい。軽いリボット。おお。ナイス。うまい。140ぐらい。P で。ナイス。ありがとうございます。目土ありがとうございます。そんな。60ヤードでいきます。そんなないっすよ。はい。距離ですよね。60度。あ、60度。60ヤード。これ下ってます、ね。下ってます。最後登ってます。はい、26ヤード。58度。58。はい、
まっ、これはうまいね。ナイス。あ、でもちょっと伸びるね。十分ですね。ナイス。20ヤードぐらいですか。はい、20ヤードで、コッパチで、はい、コッパチ。うまいなぁ。低く出す感じですよね。はい、今度教えてください、それ。はい、はい、どうぞ。ヤスくんはね、プレーが早いで有名なんで。プレーファーストって言ったら、ヤスゴル TV のヤスくんですね。バーディーパット。あ？これショートしちゃった。ウィニングパットですかこれ。もうボギーパットです。パーパットですか。ボギーパット。ボギーパット。ボギーパットですよね。まあ、オッケー。いやちょっとノット。ノットノットオッケー。お先。ナイス。うん。じゃあボールで決定で大丈夫ですか。うん、オークヒルズ、はい、素晴らしいコースで、はい、で、あのクラちゃん、サネパのクラちゃんの猫さんに出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。した、ちょっとまあまあ後ほどって感じで行かせていただけたらと思います。後ほど撮んないでしょ。どうせ後ほど撮んないでしょ。エンディング撮んないでしょこれ。